こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響きです。本日は初入荷、はい、グレートランド大阪でもまだまだ入荷したことない T シャツなんて山ほどあるわけですね、うん、はい。ってことで、まあ、未入荷、初入荷なんですけど、スーパーナイスデザインが揃っております。はい、シンプルなものから派手派手なものまで、うん、ご紹介します。トータル9枚ですね、はい。本日夜9時からオンラインストアにてご購入可能ですので、まあ、下記概要欄から見てみてください。またどうしても欲しい方は6時から店頭来てください。店頭並んでます。はい、店頭やっぱり優先です。ってことで、まあまあ、まずは最後までご視聴いただければと思います。行ってみましょう。着目、まあ万人受けするかと言われると決してそうではないんですが、まあ、はい、こじゃれたパールジャムの T シャツでございます。ボディがデルタで、はい、袖シングル、裾ともにシングルとヴィンテージのディテールをしっかりと守るというか、まあ、当時物であることは間違いないんですけども、ね、フィーライトが96年、うん、96なんで袖シングルの裾シングルはありえますと、はい。でまあ、とにかくね、まあ、球数が少ないっていうのと、一見パールジャムっていうのが分からないんだけど、よく見てみるとパールジャムと、そうなんそうなん、バックブリでもすんごい地味、うん、まあ、でもこの感じが、程よくフェードの効いたネイビーボディとの相性がいいんじゃないかなと、うん、ちょっとまあヴィンテージ T シャツでこの夏固めたいけど休憩したい方とか、うん、派手なグラフィック、人の顔ドーン、ロゴドーンはちょっとなって敬遠されてる方とかには大変おすすめでございま す、ね、あとお値段がとにかく多分お安いと思いますので、うん、それでも含めてご検討ください、はい、お願いします。パールジャムとしてはかなり安いと思います。うん、そうですね。しかも初入荷ですね、ゴリゴリの 80s、はい、メタリカです、はい、国が国であれば高いんだろうと、まあアメリカおよびまあタイがね、何度も言ってますけど、今まあヴィンテージ T シャツのまあ相場をある程度作ってる国2つではありますが、80年代がやっぱり再注目されております、うん、でやっぱりね、90年代は90年代でもちろん僕ら90年代メインで販売してるので良さが当然あるんですが、うんうん、80年代には80年代でやっぱり良さがあるわけですね、うん、という中でもまさに80年代な、グラフィックおよび配置、そうそうそう、および80年代のくせにサイズ感がそこそこ良いという、このね、肩落ちるのってあんまないんで、ないんですね。まあそもそもね、当時バンティーででかく着る文化が当然ないですからね、ピッチピチできてたわけですよ、ガリガリもデブも、うんうん、はい、という中でこのサイズ感なかなかなく、全体的に色落ちも綺麗で、もちろん袖シングル、裾シングル、はい、でとにかくバックプリントのこのね、いなたい感じが最高です ね、 いいですね。フロントのアートワークは一度は皆さん見たことあると思います、うん、ということでよろしくお願いいたします。はい、はい、次です。チャールズ・マンソンの T シャツ、これ結構珍しいんですよ、はい、チャーリー・ドント・サーフか、はい、とかもろもろバックプリントがあるこの四角い、あまたのブランドがサンプリングしてるチャールズ・マンソンの T シャツもございますけども、こっちはさらに一発珍しいタイプでして、幸運にもね、ちょっとデッドストックでね、うん、何枚か入れることができましたので、まあ、記念すべき1枚目の販売ということです、はい、デッドストックですが、もちろんドライロットの心配はございません、まあ、ないですね、全て確認済みでございます。1回洗いもかけてます。袖シングルステッチの裾シングルステッチです。まあチャールズ・マンソンどうでしょう、どうでしょうっていうのはご興味のない方が大半だと思うので、まあそうかもしれないですね。僕は好きなんだけど、社長好きですね、まあ好きっていうかね、うん、好きなわけじゃないんだけどね、まあまあ、まあまあ、好きっていうとね、ちょっと語弊がねかなり出てくるし、はい、別に彼のものものには共感なんて全くしてないんですが、やっぱりそれこそワンスアップオンタイムインハリウッドですか、うん、ここ3年ぐらい前の映画ですけども、はい、まあまたのその映画でもこう出てくる引っ張りだこな人です、もう獄中で亡くなりましたけどね、うん、はい、ということでとても珍しい T シャツでございます、はい、ピンピンのコンディションなので、もうご自身色に染めてやってください。チャールズ・マンソンを構成させてやってください、はい、お願いします。今思いついたな、絶対大丈夫ですはい、これね、はい、ちょっと前にね、ロスで買ってきたボバフェットの顔ドンの T シャツを僕褒めたはずなんですよ、はいはいはい、でつい先日倉庫を整理してましてね、バカほどある T シャツをね2円かけてたわけですよ、ハンガーに。あれ、こんなんあったっけと思って、うん、これめっちゃ良くない、これいいですね、このボバフェットすごくいいです、はい、でね、はい、このなんか用できた構図のいいパターンって、うん、はいはい、いや別にそれが悪いとは言わないんですけど、はい、だいたいスターウォーズタグなんですよ。あ、別にそれ悪くはないんですよ、はいはい、だけどチェンジーズなんですね、はい、これは僕今日一人で倉庫片付けてて、おこのボボエットええやん、
どうせでもあのスターウォーズのタグなんでしょ、おチェンジーズじゃんって言って一人でテンションが上がったチェンジーズの割にこの身幅はすごいですね、エクセルでしょ当然、はい、エクセル、はい、これはだから、まあ、ある程度ヴィンテージ T シャツをねかじってこられた方にはね、そうかもしれない、このデザインでチェンジーズでこのサイズっていうこの3つ何言ってんだかって話なんですけど、そうです、ね、まあ、分かっていただければなと思っております、お願いいたします。これはいいですよ、はい、知ってますかドラフト、バックドラフトって僕あんま詳しくないですよ、まあ、消防士さんの映画なんですよ、はい、まあ、アメリカといえばね、うん、消防士さんってもうヒーローというか、まあ、もっと日本の消防士さんもね、はい、みんなに尊敬されるべきだと僕は思うんですけど、それがなんかちょっとなんや、消防車コンビニ止めて飯買っただけでなんかごちゃ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 アホが言いやがってな、税金泥棒とか、消防士だって税金払っとるっちゅうね、でもそれはね、そうですね、お前みたいなしょうもない昼からあんな役所かなんかにな、クレームの電話入れるようなな、生産性のないな、もうマスばっか書いてるようななやつと、やで、はい、命かけて、うん、みんなのことを守って、まあ、税金も払って、うん、なんで別にキャバクラでもええわ制服でって思うぐらいの話なんですけど、はい、はい、まあね、まあ、この映画自体はね僕見ましたよ、幼い頃に、はい、全く覚えてません。あ、でもね、アメリカの消防士さんっていうのは本当にヒーローですから、アメリカってイケイケどんどんなわけですよ、はい、助けろーってかっこいいですね、うん、消防士さん、これユニバーサルなんですね。あ、まさにタグそうですね、はい、でユニバーサルのこれバックドラフトっていうと、はい、これね、これを第二章僕が言いたい、はい、唯一並ばなくていいんですねこれ。そうでしたっけ。そうです。だから基本的にユニバーサルのバックドラフトはジョーズとか、はいはい、ジュラシックパークとかで濡れた服を乾かしに行くところです。そうなんだな。一番人気がないアトラクションです。ああ、そうなんや。はい、 ET より人気なかったはずです。あら、そうですか。だって私小6ぐらいで行ってますから。あ、そんなぐらいにできたんですよ。できたてでそんな印象なんすか。できたてで10分ぐらいだったと思う。ああ、ちょっとあれですね。言うたらジュラシックパークが240分と、はいはいはい、当時ファストパスとかもないわけです、はいはい、だけど消防士ってかっこいいですね、うん、僕は。でもバックフリップかっこいい、はい、燃やしてどうすんねんってわけです。消さんかい。知ってます、バックドラフトの意味って。こんなにバックドラフトに掘り下げて申し訳ないんですけど、知ってます。いや、わかんないですね。確かあれでしょ、バンって開けた瞬間に外で酸素がなくなってる状態がこう外の酸素が入ってブワッとこうありますね。ダメなんですよね。消してはないですからね。歩いてる、はい、ダダンダンダダンみたいな感じだけど、はい、燃えちゃってます。はい、ということで、まあ、はい、あの笛さん、あのコンビニの下りとかキャバクラの下りは絶対カットしないでください。やっぱりよろしくお願いします。はい、その、はい、公務員という方は立派ですよ。はい、はい、お願いします。はい、これね、大昔ね YouTube でね出したんですよ。結構前ですけどね。そうで、売らんわっつってたんですけど、家の T シャツ私物数えたら100枚超えてたんで、売らんわ売らんわもう無理やんと思って売ります。これはでも本当に売らんって言ってましたもんね。うん、すごいですよ、すっごいエイリアン。口すっごいベノムぐらい大きいのにさ、コピーライトも結構長いんだよこれ。ほら、読むも嫌やもん。見てコピーライト、大人の事情やで。すごいですね、うん、縦長です。いろんな権利が絡んでおりますね。はい、はい、エイリアンってメスって知ってました？ええ、そうなんすか、うん、知らなかった。僕この前、買い付けの時に1枚また買ったんですけど、はいはい、めっちゃ後ろにオフィシャルですよ、はい、ビッチって書いてるエイリアンってやつがあって、まあそりゃそうやろな、襲われてる側からしたら、はい、と思って改めてワンツースリーの3部作見てみたいなと思ってますね。あ、なるほど。全く覚えてないわエイリアン。エイリアン、いや僕も見てるはずなんですよね。エイリアンはサイズ感めっちゃいいです。はい、はい、まあこれはもうね、いい感じにフェード来てるんで、はい、今後さらにもうガシガシ来てくれたら嬉しいな。はい、お願いしたいな。お願いします。どなたか僕のフォースの意思をついてください、はい、お願いします。はい、はい、アイビルキルビルビルを殺せです。は
はい、このパターンは初ですね。やはり初ですね、はいはい、いつもというかたまに入荷するキルビルの T シャツよりかはちょっとお求めやすいお値段となってますので、うんうん、それでも含めてこの夏のお供にどうでしょうかという意味で追加させていただきましたが、やっぱりバックプリントは日本語ですので好き好みが非常に分かれるかと思いますけども、はい、そもそもこれが無理な人はキルビルのT シャツ買わないと思うんで、うん、そういう意味でもお願いします。お願いします。そうです、はいはい、いいですねこれ。特にまあ海外受けですね。アメリカとタイですっごい高いですねこれ、うん、まあ高いですね。ですがまあ初なんですねこれ。初ですね。結構ねこれインスタグラムとかでもよく出てくる T シャツなんでね、見たことあるって人多いと思うんですよ、うん、なんで初やりなんですよね、うん、これ理由言いましょうか、はい、高くて買えないからです。そうです、はい、もう本当にそうですね。あのプチ仕入れ担当の日々チンコスープも、はい、社長無理ですと、うん、あれは合いませんと。そうなんですよ。まあこちらはねお買い取りで買い取らせていただけたので、うん、まだそのお話とかさせていただいてね、現実的なところで、まあ日本の相場がこんなもんで、そうそうそう、僕らはこれぐらいで販売するんでこれぐらいでお買い取りさせてくれたら嬉しいなって言ってまあそう、ね、お買い取りさせていただいたんですけど、そうなんですよ。だから初なんですよ、はい、うん、なのでまあ見たことある人が多いけど意外と売ってるのあんま見たことない T シャツですね。そうですね、うん、お願いします。お願いします。次最高ですねこれ。はい、これ次最高ですね。僕ね、あ、お二人のうちどちらかに買っていただきたいの。あ、そうですか、うん、すごい狭いとこだってさ、もうこれさ、はい、ロサンゼルス警察のバッジがさ、うん、もう絶対あかんやん、こんなん、うん、で後ろにオンウィズザボディカウント、まあボディカウントっていうね、あのアイス T っていうラッパーが所属してた、まあ地元ねワルト組んだロックバンドで、コップキラーというあの、はいはいはい、警察官をふんふすっていう曲を大々的にリリースして大問題になった人ですね。はいはい、当時でさえもね。ファック・ザ・ポリスで大問題になるのに、うんうん、もういたしてますからね。ということでこれかっこいいんですよ。フロントがね、最初よく見たら何か分かんないけどバッチなわけですね。そうですね。そう、よく分かんない最初。でボディがヘインズでしっかりとしたヘインズなわけですよ。うん、これの良さ分かっていただける方お願いいたします。最高にルードな T シャツです、ね、はい、海外行くときには着ていかない方がいいと思います。あ、絶対やめてくださいね。絶対やめた方がいいと思います。お願いします。ということで9枚なかなか初入荷の分、はい、熱量が入った T シャツもあったし、ほぼバックドラフトでしたけどはい、こんなもんね、実際問題あれですよ、アルマゲドンのブルース・ウィリスより消防士がかっこいいわけですよ。ああ、まあそっか、まあそうかもしれないですね。隕石着地して軌道を変えれる穴掘るおさんがおらんからなまあね。でも毎日毎日消防士さんが火を消してくれてなかったら俺らの家が燃えてるかもしれないから、うん、ということで、うん、今日の僕の一押しはもうバックドラフトです、はい、ということで本日夜9時からオンラインサイト販売開始、夕方夜6時から店頭にて販売開始になっておりますので、まあ、詳しくは概要欄見ていただいた上で前向きにご検討ください。ということでちょっと雑談増えてすっごい長くなりましたけど、うん、長いですね、最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイ社長とウレトランの響きでした。バイバイ。